来てくれて嬉しいよ。それじゃあわしとお前力比べていこうか。いざ勝負。貴殿と拙者の一騎打ちなり。わかるだろう、大将。これが俺様の使い道だ。ところで、目の前の俺様、本物でしょうか。家康様こそ、明日に光をもたらすお方。あらあら、命知らずにはお仕置きが必要だね。さて、みんなの不安を取り除かなくてはな。悪いけど暗殺。いや、これだと名殺か。あいつには息切れってもんがねえのか。悪いね、偽物じゃなかったんだ。行くぞ、敵軍に報いる意志となるまで。あんたらお疲れ気味だね。俺様もだけど震えてはいないな。よし、いい気合だ。お任せくだされ。俺様を止めたきゃ薄か栗でも持ってき。久しぶりにやってみるか。戦わず突撃せよ。やはり出たか。皆の者、逃げるが勝ちだ。お前が絆の敵と思いたくはなかったよ。足元の巻き石にご用心なんてね。臨氷と下以下勝利。必要ないだろ。いいね、伊達に普段から汗かいてないわ。大将にはやると言ったらやる凄みがある。頼んだぞ。いつも通りに展開すればいい。はい、お手上げ。俺を置いてけ。もう走れねえ。毎回し目に物見せてくれよ。どうだ、これが才能だ。俺じゃねえけど。その信念、わしの元まで届かせてみろ。俺らには絆がある。負ける気がして。いいか、油断はしたこともなかったな。あんたのご主人様に虎の名前は渡せないね。あんたを見たら逃げなって母ちゃんが。手を結びたいって言うなら一応考えるけど。仁王立ちだけで救わせるか。とんでもないな。早めに逃げた方が賢明だと忠告しておくぞ。10万の兵を損なわぬ理由、それがこの男だ。わかるだろう、大将。俺が俺様の使い道だ。悪いな、戦わすはわしほど待ってはくれないぞ。なっちゃった。戦わすにしては珍しいな。ゴーライフ。
お守りくだされ、ナム八幡大菩薩。さあ、子供、綺麗事と非難されても構わない。このような綺麗に朗らかに咲くのであれば。皆の者、ここは一つ拙者に任せい。怖くてたまらねえのに心が躍る。門をぶち破る忍びってどうよ、実際。お前は必ず三河の意地を知ることに。落雷を発生させるだと。動くは雷のように。まさにお前そのものだな。リン・ヒョウ・ゴー・サン・ミカ・チョウ・ミュ。必要ないだろ。戦す。無理をしたらわしが泣くぞ。逃げるんだ。わしのために死ななくていい。不利になったらすぐにわしに伝えてくれ。好奇あり。本田忠勝を倒すのは今よ。気をつけろ忠勝。弱点を晒すな。共に太平を支えてくれると。二つの力を間近で見、その恐ろしさ、武力と人の絆を断ち切るものだ。わしはそれを望まない。世を滑るのは絆の力。それがし徳川家康、武器を捨ててお前に挑もう。さて、広がるはどちらの時代だろうな。猿の顔を持つ虎の手足。そう、俺様はヌエさん、虎の後継者ね。まあ、それを決めるのは俺様じゃないけどさ。最後は渡せない。みんなの帰る地を守る。人の世にほだされたのはわしの方なのだな。願わくば導いてくれ。長い穏やかな世に。お疲れさん。ご苦労さん。さて、次なるお仕事は。